タバくらい。あそこ敷居高すぎて怖い。僕人狼ですね。人狼か金兵。はいゴミ。デケデケがないと僕6番で、うむすぎうち。デケケサバがヤフーにかなり6番で。いや、あれダメですよ。情報抜かれるからね。クッキーとかチョコ必須なんだよな。やったー。きれい。ちょっとね。チャット見やすくするから待ってて。昨晩の犠牲者は初日こんばんは、主よ。初日はい、いらっしゃいませ。ハリシハハリシャちょっと待ってね、早いな。7番連動しようね。アバターエケケ人少ないから村立たないんだよな。霊能出るの守らない狼初日学校わらわらお、もうこうもいるね。スタミナ課金で買えるの霊能出るの早すぎるんですかね。ロケット霊能 CO が2人いるっていうのがね、異様すぎますね。ちょっとこれはわらわらコメントは画面に映さないんです。ロケレーダーロケット霊能子はグサもうこう読んねいいから語れハゲ。あ、やばい。占い師がいないんだな。こういう状況になってから出る占い師は信用されないんですよ。誰だよこいつ。占い師はいないっていう。あ、そっか、役職違うんだ。ルーム情報見ようかな。ちょっとでもね、予言者ですね。もうこうなるとレールはするしかないからな。情報一切なしだから。予言者って何？初日あの黒出さないやつですね。やっかけありなん。ありですよ。ちょっと待って。これレイロラじゃね。今のところさ、ロラくらいしかないけど。これさ、殴り合い。さっき言ったやつですよ。占い師は初日から黒出せる。これ殴り合いになるからつまんないんですよね。こうなるとなんだ人狼ってこっちの人狼か。あっちならマジフリースタイルダンジョンエルだったわ。6は何が痛いんですか。コナンの映画見に行った。これ賭けありだよね。部長のチェーンランやってください。僕あんまりつまらないんだよな、殴り合いするの。心理戦とかないからね。あー無駄に5時間待ちか。霊能の内訳予測とかいうグッソどうでもいい議論。こうなったらもうロラしかない。ジャンケル、あ、出遅れた。今日はもうラップバトルしちゃいましたか。しましたよ。思考放棄の殴り合い。これって今のところその流れですね。この辺はなしかな。11A だから。役職多すぎて何が何だかわからん。ロルやりすぎてジャングルと混じってる。霊能はもうとりあえず全員消す。番号で呼び合うとか。出ない方はね。殴り合いって感染になるからつまらん。つまり心理戦あって肉弾戦もある。剣弾アシュラが一番ってこと。ハリー氏はそれだったら僕はあれかな、嘘食いの方がいいかな。霊感ね、デキレースに近いからね。剣弾アシュラはなんとなくだけど。諦めないで、ラップバトルまだやってない。僕からしたら美味しいんですよ。あ、僕人狼だからね。僕からしたらいいですよ。とりあえず2日間空くからね。僕はブレンラガンが好きです。で、キスなしたから僕からしたら問題ないかな。仲間だ、ね、全然。これ半ば9番ですよ。今度わらわら王でコナンの劇場版一緒やるけど、ハリー氏さんうちで一緒に見ませんか。ありがとう。右クリックしろ。ハリー氏人狼なんか。そうですよ。今期アニメ何見てる。9
あー出た、出ましたね、このあのね、何番ステルスってやつね。こういう風に言うと情報と最初が消えてくからね。あ、ちょっと完全ステルスですね。何も言ってませんね、挨拶すらしてないから。ステルスって何？部屋タイトル何？履敵村、なんで履敵村、履敵、村語り禁止って書いてある。そういう部屋に書くと基本みんな来るからね、そういう人が。余計にね、蜂蜜ください。最強じゃん、イグナイトモツは。セロスがステルスしてんじゃないの。トロールアピールしてますね。アフするじゃん。しかしの人狼カズータは次のシーズン見れないの。レイロラステルス釣りで5縄中3縄も使えるね。昔はなんか悪だったってアピールしてる人いますね。アピってるやつぞ。人狼において村語りしてるのはあんまりよろしくないからね。カズータスイッチ1時間で米ネタだの偉そうなニート。今8番村語りしてませんよ。殴り合いしてるね。これ一番驚きなのは、全く喋れなかった、挨拶すらしてない5番が一番先に投票したことね。こんなんありなのかな。5番でいっか、ド安定だよね。絶対5番すぐ死ぬぞ。いますよね、あの、あ、レールラ、決まってるから何も喋らなくていいやみたいなね。なかなか早かったですよね。3-4確定かな。落ちたのかなとか思ってた。しっかり登場してるやつな。村語り説明して。まあ、簡単に言うとトロールかな。履歴行為ですね。全然占い師じゃないけど占い師って言って村を惑わせたりするってこと。本来は狂人がやることをやっちゃうっていう。狼サイドじゃないのにね。村側がすると考える要素増えちゃうし、全く利的、なんだろう、あの、プラスになることがないから、そうですね。ただ、あの、やってもいい時はある、一応ね。最終日とか。最終日で、人狼一人、狂人一人、村一人って時は、全然してもいい。村語りね。しないと負けちゃうからね。それはないですよ。どれにしようかな。3番でいいや。じゃあ、これでね、あ、待って。これで5番噛もうとしてたから仲間かな。絶対ほっといていいけど、あんな無視でいいでしょ。5番はもう死ぬ子確定してるからね、釣られるの。ローラー終わったらね。あれほっといていいよ。一応できるけど課金ですよ。びっくりでしょ。びっくりでしょ。狼ちょっと使いたかったら課金する必要がある。マジだからね。課金。わらわら。喋らないやつはいらない。僕もびっくりですよ。狼何人いる？は、課金は草。でもレイロラは勝ってる強者かもしれんぞ。課金は草。草。グム。否定。わら。狼カットしたかったら課金。わらわら。アンパンマンキャラ紹介するみたいなもの。狼チャットって更新人狼じゃないとダメなんだよね。わらわら。許せねえ。予言者出るのか。出た理由もお願いしたいな。2番占いね。で、7番が4黒と、まあ、4黒ないと思うけどって言ってますけど実際ありませんからね。僕と7番が9番が人狼だからね。ただここで、あの、僕が黒とかって言うんだったら分からなくない。出る理由もね、黒出るまでステルスする人いるから9番ですよ。8占い、理由は初日予言の話しててログ稼ぎに見えた。もっと占うべき場所僕はあると思うけど、いいのかな。ただあれですよ、あの、僕人狼だから村といい関係築くためになるほどねって言っとく。全然納得してませんけどね。
るほどね。一人だけ立ち位違うやつが狼だよ。言われてんぞ。鋭い、わら。守る守らねば。そうだよね、実際。そうですね。言われとるんじゃが。ただ話す必要ない。確かですよ、これは。話す必要ないからね。守る守らねば。お前のアバター色黒いけど、まさかお前黒いぼ。人狼専門用語解説しながらやってほしいな。五速騒動について言及しろ。中一は初日からハリー氏にヘイト向けてる。次6番ですね。5番はいるのかな。占い感じゃえ。2番死んでおくのかな。僕はないと思うけど。7番が強靭なの確定してるんですよ。絶対ね。情報は叩いて作るんだよって発言めっちゃドヤ顔で言ってそう。ここが本当面白い。ただ普通はみんな喋らないからね。しそうな顔してる。カリドつけるからね。5番が喋ったー。キャー喋ったー。俺の方賢いだろがってん。1が当たり前のこと推理してる風に言っててくさ。なんて言ってました？1番なんて言ってた？あ、僕が人狼だからですよ。4黒なけないからね。人外出てるから。7強人ですよ。触れてやるな。人狼制度から見たら分かりますからね、そういうのも。いやー、これ言わない方がいいな。僕もそう思うけど、突っ込まない方がいいかな。変にヘイトが出る必要ないからね。わかんないけど言動で判断。じゃあ2占いが、なんだっけ、8白か。霊はほぼほぼ神教か神狼かなって言ってた。トイレ行ってたんでしょ。神が3番ね。あ、言ってて、あれなのか、投票始まったらすぐに入れるのか。うん、8番もいい感じですね。こういう人がいると洗脳しやすいかな。話についていくの大変だな。目線うるせえな。狼は強人わからんけど霊能黒出してるから強人わかるぞ。どこに投票するかだよな。で、どうしようかな。投票が入りそうなやつにする、ポイント入れるのがあれだけど、どうしようかな。僕に入るのか、やっぱり自治も入れるからな。まあ、だよね、5番に行くよね。嬉しかった。いい感じ。いや、それは露骨すぎる。9番入れる理由がないからね、今のところ。1番でいいや。9番入れる必要ないからね。ただ、後出しで入れるのもどうかと思ったからやめましたね。明日は7番死ぬの確定してるから何か言ってますね。俺の占い納得いってないかって言ってる。石が見疑ってなかった。強調して後の方がよくね。投票始まってもチャットできんよな。あ、できるできるできないかな。投票するときに1個だけ言える。投票ボタンと一緒にね。それ以外言えませんよ。投票した先が見えないってのもあるけど、これ見えますね。恐ろしい夜がやってきました。どこ行くかだよな、ここで。8番は初心者 CO をしてるから入れる必要もない。11からマークされてんな。人間のクズがこの野郎。だからここで噛んじゃうのもあれだからな。1番でいいや。狼何人情報残しそうだしね。2人ですよ。
注意つかむと一気に疑われるよね。ですね。人間のクズだったから釣られた。なんかいちいちエフェクトがしょぼいよな。恐ろしい夜が17の5番ね。よし。昨晩の犠牲者はここで僕にヘイターズファルかな。2番からの議論を始めてください。まだ2番が、僕に黒って言っても信用がないからマシですね。1番白 か、これで噛む理由ができた。11番をね、このうざい11番を噛む理由ができたから次噛んでいいですよ。こんな村いたら頭おかしくなりそう。11が6のこと嫌いすぎて面白い。11占ったのか。もうこれ価値格じゃねえ。狼2人いるのにどうやって神決定するの。朝になったらおはようとかいうマナーくっせえな。人狼って初めて見たけどうちの職場と大差ないな。急に切られてるやん。仲間売ってて草。いや、それ全然そういうのがいいと思う。おはようは悪く回避もあるらしい。お前の職場、その職場スリルあるな。どんな職場なんですかね。海賊全体豪快じゃって言ったら釣られますか。釣られはしないけど、なんか思われるかな、変な風には。おはようディスは完全エアプだから。ハリー氏同じことしか言わないのね。ハリー氏メモしながらやってるんだ。いや、あんまり喋れなくなってる。ご所長、ボーイミちゃんあるずっと厳しいかな。なしだったらできるけど。それ以降ないけど。どうしようかな。ここで狩人が、ちょっとね、狩人だよね。昨日守るんだったら、いや違うな。そうか、ちょっと待ってね。計算するね。昨日守ってるんだったら2番なんですよ。で、今日同じとこ守れないから11番守る可能性があるんですよ。っていうことは2番噛めるな。多分だけど。11行って GJ から言うとまずいですからね。白だから。いや、違うな。8守る可能性もあるかな。何がそれは。魂かけますか。グッドにはなりませんね。10番ズバリアンケ、ピンポイントで当てられて。あ、9番仲間ですよ。9番仲間。9を言ってよ。すげえ鋭い人いる。わら。10がやばい。わら。10正解。10鋭いぞ。わらわら。10番すげえ。10強い。どうしようかな。10コッパ。チャット見る感じ。まあ、ここで10番噛むわけにもいかないからな。なんで6、9って見たのか。11騎士、わらわら。これはプロ、一語怪しいって言いながら6、9なのか。80、11が白だったからでしょ。これリスナーじゃね。10視点じゃに死んでみるならそこしかないぞ。意外とにも信用高いのな。まあそうだよな。10は予想だし下手に噛んでもやばい。3の倍数が好きなんでしょ。 1.5 はもういないからね。あれ8時からじゃなかったか。いや今日7時からですよ。こんなゲームやってるやつもう日本にほとんどいないよ。マジカーはコツです。はい、いらっしゃいませ。スイッチと違って画質悪いな。毎秒配信しろ。スカイプ人狼とかいうやん。僕もあまり好きじゃないかな、スカイプ人狼は。2が狼 100% ない。まあ、7番死ねばな、これ、今日は。いつ噛むかではな。次どこ噛むかですね。9番の反応見たいけど、僕に合わせてくるからな。スカ人狼は闇抱えすぎ。スカイプ人狼はうるさい。ちょっと考えていい？初日守ってるとこ適当だとして、4番か7番ね、守ってるとして、いや、それもないか。これ今何日目だ？ 3 日目か。左上は何のスペース？人とチャットするの嫌いだけど人狼できますか？スカイプ人狼するならリアルでしろよ。私はそう言いたい。
ここで7が11入れちゃったのかも。これこうですね。あとで見れますよ、これは。どうしようかな、そうだね。計算しようか。やったことあるけど、声くっそ可愛い女の子がやってた。でもオタクに罵倒されてた。初日守ってるところがどこかですよね。1,2,3 だから。いや、いけるかな、占い。行く必要ないか、そこまで信用させないからね。スカイプのが楽なこともある。狼同士との会話みたいなのとか。まあ11番だよな。白もらってるし8番噛む必要もないからな。あれかいか、わらわらありがとう。カリードも多分だけど同じ考えなんだよね。実績か、2番かも。どっちかは狩人次第だよね。生きてるかもわかんないけど。いけましたね。よし。恐ろしい夜が1,2 今日生き残れば勝ちかな。これ勝ったろ。多分ね、まだわかんないけど。俺が狩猟らねば。狐は9番黒ね。声が可愛くても顔がまぶたみたいな女こないだいぞ。そっち行かれたか。占い新目で見られてるからきつくない。今日は真面目な二郎ですね。ちょっとね、9黒で2日目なんだっけ。11白。あ、11番白か。ありがとうね。危なかったですね。やっぱり2番とか守ってたんだ。今日はいつくらいまでやってる。やっても1試合か2試合かな。次 GG 出なければってところかな。今日守りに行ったのが 10番だから、どれ守るかな。次カリウドは1時間遅れてきてしまった。はい、いらっしゃいませ。わこつ、なんかかそってますね。なんで米止まってるなの。僕魚なんですけど釣られますか。カリウド日誌で守る理由とかそういう長ったらしいのはないのね。の信頼だけど、流れ的に急に勝ち目ないよ。ヤフミマジック。この放送かっそ。いや、急目線に追求しない方がいいな。これはいけない。人狼になるとこうなるか嫌なんだよな。僕村人だったら言えるんだけど、好きなことをね。スリッチ行ってみようか。ハリー氏の今までの放送で一番人気なくない。考えててあんまり喋れないからね。まあ、3番かな、入れるしかないよな。俺は楽しいよ。で8番の新カリウドが、カリウド残ってるのがめんどくさいな。知ってるって質問してみて。見てて楽しいよ。負の時より歯多い。とんでもなく低レベルだな。わらわら。しゃべらん途中の白アピに負けるぞ。俺はどうしようかな。あんまり情報通してないんですよね。わらわら。はい、負け。嵐が少なくて僕は悲しいよ。2狼でお寿司か無理じゃん。
観戦したい。負けかな。9だけアバター違うのは課金。あ、これあれですよ、ハンゲームのやつだから。次占いで終わりか。情報落としてるのは10だからね。ほぼ負けだよ T。僕人狼って言ったら釣られたんだけど、なんでですか。2ニセしか勝ち金なくない。3戦くらいしたらスタミナ切れるやつ。そうですよ。お前は下に何にしても苦労されるから、お前は2に信頼勝たなきゃいけないんだぞ。みんなに言ってて米してないだけだよ。今日すっごい面白いよ。2進確定じゃね。2-8できちゃってるからな。あ、もういいや。無理だよ、厳しいな。狩人噛めるけど無理かな。8番つけるしかない、味方に。まだ狩人がいるかも分かってないんですよ。その内訳きつくねえか。これって読んだらずっと見てなきゃいけないの。ハチチョロそうなんだよな。こっからのハリーシは強いぞ。悲しすぎて草。急に食べん。すいません、ライアーゲームのキノコのモノマネお願いできますか。まあ8巻だらほぼ確定敗北だからこれするしかないっすね。そうですね。ピンチ出るわけないってマジ。必死さで押し切れ。頑張れハリーシー。ハリーシは今まで大した情報載せてないんだよな。食べんで草。これは怪しいですね。にも必死に打ち込んでるのかな。めっちゃ早口で喋ってそう。わらわら。急に饒舌になるやつ。わらわら。めっちゃ早口で言ってそう。めっちゃ喋る。わらわら。ハリーシがうがうがう。工業の時間です。さあ、どうするか。工業が強いって言えば助かるよ。はい、8番下ですね。一応窓合わせはした。窓合わせはしたけど、どうするかだよね、ここから。よっしゃー、勝てると思ったか。はい、勝ち。 GG。 最後のチャットは良かったですね。やっぱあれですね、ルールあんまり分かってない人を洗脳するのは楽ですね。これは MVP もらいましたね。よしよしよし。あの理由で押し通せるんだな、絶対負けかと思ったけど、絶対無理だと思ったからな。よーし、よかった。あぶね、ギリギリでしたね。めっちゃ心臓バクバクいってる。だって破綻してるから結構いってることね。初日 CO しなかったって別におかしくないから。なんで負けたのって言ってるけど、そう、やっぱり良かったですね。良かった、勝てて良かった。危なかった。いや、僕負けると思った、絶対負けると思った。いや、ちょっと危なかった。危なかったからですね。元部依存だけど守らないからね。
2番性格悪そうだから仕方ない、ちょくちょく煽ろうとしててくさ、めっちゃ楽しい、守護しないからだろ、かっけー、わら、かっけー、わらわら、わからねえよ、わら、勢いで乗り切った、わかるな、暗示、強い、11なんか言ってる、お願い、急に大きい声出さないで、おばあちゃんの心臓止まっちゃう、お願い、危なかった、わかるな、おいおいおい、よく押せたよね、初日あの占い師が CO をしなかったっていうところだけで、あと5で釣り消費がぐっと大きい、よかったですね、そう、5番がみんなから投票されてたから、あれも大きかったですね、こっちからしたら陣が消えなかったからね、ひどいゴリ押しを見た、あとは、わかるな、ちょっと僕のあの発言者見返していい、ちょっと、僕5番に入れとこう僕は5番に入れとこうかな、ハリー氏の性格の悪さが、後で自分の発言見てみようか、最後のやつなんて言ってたかな、結構破綻してた気がするけど、うまかったわけではないだろ、わら、あおり、わら、こんなゲームクソガキしかおらんやろ、その言い方あんま好きじゃないかな、これって性格悪い人が勝つゲームですかあとはわかるな、わら、最後のセリフあれでしたよね、喋ってないから村っぽくはなかった、喋、うん、れなかった、人外僕あんま得意じゃないんですよ、あの状況は負けだったからな、わら、あとはわかるな、ハリー氏さんマジかっけー、頭とすぎない、勢いだけでしたね、今の最後のはね、勢いが良かったよ、弱いものいじめして楽しい、これって勢いが、これ誰か投票しないと MVP なくなるんですよ、投票してない人がいますね、誰か、わかるな、ハイムブプのガス、ちょっとね、名を読んでからの黒だし、わかるな、まあでも、まあこんなもんか、最後にいきなり発言するやつは大体、うん、僕もそう思う、うん、お前さっきまで喋ってないってことは勝つ気ない村だろっていうふうに思われますからね、普通はね、登場してないの、なのに最後の最後言うのはおかしいですよね、考えられないとかいう同調圧力、詩人プレイとかあるからな、わら、めちゃくちゃ言っててくさ、おい、とりあえず大声のことはやめてよ、いいですね、ごめんなさいね、で昔あの人狼放送ではデケデケってなりましたからね、わらわら、わかるな、とかいう説得力の塊、最後だけくっそ強気で面白かったわ、いやよ、あーちょっと疲れた、疲れちゃいましたね、出し切った、いい時に来たわ、今日あの放送終わっていいですか、え、今日はないのデケデケ、デケデケないですよ、ヤフー人狼しかないからね、あれは東京圧力の暴力好き、4日目あたりの科目からの怒涛の最終日もっかい、よしロルやろう、もう1回、あと1回だけやろっか、あと1回だけね、ロル実況して、いいよあんまり人狼人気ないけどやりますよ、あと1回頼むわ、あと1回だけやりますね、ダメ、今来たからもう1回やって、僕もっかい村人になりたいな、残しますか、今ので僕が人外になっても何度かできるってことは見せたから、もう次はあれだよね、あの好きにやっていいよね、好きにやっていいですね、もうね、あのロールでいうところの一回キャリーしたら一回負けてもいいよねってやつかな、チャット画面を大きくできない、終わるんならメイプルかロールして、人狼好きだけど人狼は疲れるからいいよ、そう思考力落ちてると思う、西山美香がね、楽しいから続けて、いいから今日で信頼圧勝しろ、17位あれ、リア今日来る？夜会話ない人狼って楽しい？これ役職何がいるの？今の面白かった。コメントしてねえけど楽しい。どの辺にしようかな。やってくれ。ワーウィックつまんないからエイトロックスやって。あ、この部屋でいいや。ロールやる。モバイルリーグスしてください。モバイルリーグスはしないかな。いいからもうちょっとやって。やばいな。すごい強そうな人がいる。ちょっと待ってね。始まったらまたつけるからね。破信心がオアトロばっか使って勝ちまくってるのマジで笑える。それ俺だよ。ベイングローリーやってください。ベイングローリー昔やってましたよ、少しだけ。ロールでいいかなってなっちゃやめちゃいましたね。最近は僕メイプルばっかりかな。マークしないで。人狼もしていいからロールして。ロールはあの、また今度やりますよ。先週したからね。ただあの、やれとも言われてないメイプル放送を、最近よくやってるけど、小さな恐竜の赤ちゃんでママザウルスの子供、生まれてすぐに言葉を喋った、この役してないですよ、今僕入った部屋はハリー氏、キツネだぞ、始まるかな、これでスップでトップ持って、エソは明日も放送する。